どうもこんばんは、オクチャンネルだー。今回なんですけども、489回ロト7の解説動画やっていきたいと思います。で、はい、今回ですね、ロト7なんですけども、まあちょっとね、今キャリーオーバーがない、だからちょっと寂しいみたいな感じなんですけども、まあとはいえね、ロト7当たれば非常に大きい金額が入る宝くじなのは間違いないので、まあどうせ買うんだったらね、やっぱ当てたいよねって思うのが、まあすごく普通なことなんですけども、まあしっかりね、解説もしていきつつ、やはりね、私、毎回毎回言わせていただいております。正しい買い方しないと当たらないよと。ね、正しい選び方。ね、選んではいい番号。選んだらダメな番号。そういうのもあるので、ね、そのあたりしっかり見ていこうじゃないかということで、解説させていただきたいと思います。では早速ですね、解説動画やっていきたいと思います。作戦金いきましょう。まずはエリア購入法網というですね、私考案しております、この買い方非常にいいですよという買い方があるので、そちらのお話していきたいんですが、それがこちらでございます。はい、一応この買い方はとにかく1から37横にね、1から37あるじゃないですか。これ意味は全部番号買おうぜと、とにかく全部買うんだという簡単な買い方でございます。で、縦に12個あるじゃないですか。これ何、12口買わないといけない、そういう買い方である。で、まあ色でちょっとこうね、階段みたいになってるんですけども、まあ要はとにかく番号を並べて、でちょっとずつずらして買っていくんだよという買い方になっております。で、この買い方のメリット点で言うと、まあ必ず当選位置ここのつくやんですよね。だって37個必ず全部番号買ってんだから、絶対丸つくやんっていう話になってくるので、まあこのあたり、まあそこは結構大きいメリットであるということなんですけども、まあやはりね、特にメリット何、こちら、はい、全部買うから9個つく以外で言うと、9個の数字が3回使用可能なやつだよと。で、なんだったら全ての数字が2回使用可能だよという買い方になってるんですよね。で、横10列、まあ、あの基本的に何でもそうです、どんな買い方して結果一緒なんですけど、まあ、要は番号こうね、37個あるマスの中に番号をまあ入れていくわけじゃないですかね。バーって入れていって、ね、まあ、とにかく並べていくと。どうせ、まあ、大きい当たりというのをグッて寄せないといけないんですけど、まあ、基本的にはまあ7つ当選番号、本数字一致したら1等当選だよというゲームなんですけど、まあ、この買い方を駆使すると、だいたい10個ないぐらいになんとか収めたら、まあ、ちょっとちょいずれで買うんで、ね、うまいことバチーンってはまることあるよねというようなことになっております。はい、まあ、このあたりは結構大きなメリットなんですけど、もちろんデメリット、そんなもんあるに決まってるじゃん。そう、なんだってそうです、あの美味しすぎる話はございません。はい、なのでそこもお話していきたいんですが、やはりデメリットとしましては、さっき言いましたね、12口買う、ね、かける300円、3600円かかる、高いです、はっきり言います、高いです、安くないです。あの1000円ぐらいだったら安いですよねって言うんですけど、ぶっちゃけ安くないじゃん、それはもう分かりやすいですよね。こんだけだったら安くないよ、そりゃそうだよ。で、2つ目のデメリットは、まあこれ至極当然で、さっきメリットの部分でもお話したのとまあ本当一緒なんですけど、結局ばらけちゃった意味ないよというようなことなんですね。だからまあ結構本気で狙うんだったら、この買い方で複数かなり買うみたいな、まあ、あの僕ミニロト1等取った時みたいに500口ぐらいがっつり買うみたいなことをすると、まあいいかもしれない。ただでも結局ばらけたら一緒なんです。そのばらけてるのを修正を、何個か買ってやるっていうのが、まあおすすめの戦略ではあるんですが、まあやはりね、どんな買い方したって結局まあどっかしらちょっと予想してって、これがこの数字の相性いいよねみたいなところを調べていかないといけない。で、予想とは何だ、出現番号を決める、これ一つ予想ですね。大切なこと、まあ至極当たり前のことなんですけど、もう一つ出ない番号を予想する、この二つの力どうしても必要になるんですよ。なので今からね、こっからです、このあと今から番号の選び方だったり、この番号選ばない方がいいよなんていう番号があったりするので、そのあたりをしっかり解説していきたいと思います。はい、では行きましょう。まずは全開催分の出現ランキングで、ここを見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、もうとにかくね、全開催分だから、過去開催した全部、488回分全部入れているんですけども、
これ色が濃くなってるところに数字が入ってるんですが、それがまあ要は一番多いよ。で、色が薄くなることに出現少ないよと。で、真っ白のところは出現ゼロだよということなんですが、これ見ていただけると分かると思います。じゃあ1列目一番最初の番号で21番選んじゃダメじゃんっていうの分かるわけですよね。そういったことがあるので、まあ、とにかく、7個選ぶ数字で、若い数字で、何を選ぶかどうかっていうのはこれ非常に重要なことになってくるんですけども、やっぱり、なぜか傾向として、出ないようなものがある数字が列ごとに見ればあるんですよ。そういったのもしっかり見ていこうぜということで、まずはね、やっぱりまあこれ選ぼうぜという感じの、理解できるトップ5、この中からのトップ5見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、一応こちらの表を見ていただけたら、まあ要は1、1列目で言うと1が88回出てるよね。めっちゃ出てるよ、結構いいよね。で、じゃあ7列目の36回80回出てる、めっちゃいいよね。じゃあ1と36選んどけ、それで当選するんでしょ、一番多いもの1位選べばいいんでしょ。違います、そういうわけじゃないです。これじゃあなんで知っといてほしいかっていうと、まあ基本的に多く出てるものを買ってくださいということではなく、単純になんですが、これを迷った時使ったらどうですかという感じです。もちろんここから毎回、必ず何個が出てるよっていうのはないんですけど、あくまでもやっぱ多いものを選ぶ安心感、そういったのもあるので、なんかわかんないけど、ちょっと3番目の番号決まんねえと、もう10入れとけみたいな感じ、まあ別に10だけじゃなくてもいいです、13でもいいです、11でもいいです。そういった風に番号をしっかり入れていけばいいよねっていう話になってくるんじゃないかなと思っております。で、結構大切なのがこちら、はい、出現エリアですね。各ごとの、ね、各列ごと出ないエリアあるやんということで、出るエリア出ないエリアしっかり分かろうよというのが、まあ、文字と表になって出てるよねという話でございます。で、こちら見ていただくと分かりやすいんですが、文字の方ですね、こちら見ていただくと特に分かりやすいんですね。3列目4列目が29個で出ているから一番難しいよね、幅広だね、ここ選ぶの大変だねという風になるわけですよね。で、じゃあ簡単なとこどこですか。7列目18個の中から出てるから、じゃあ極端な話、7列目は18個の数字の中から番号1個ずつ選べばいいと。で、その中が必ず出るのであればね、あれば18口買えばいいやん、頭いいねみたいな感じになるわけじゃないですか。まあとにかくそういう風な、番号の選び方をしっかりやっていった方がいいよという風に、なってくるわけなんですよね。で、これ知ってたら結構選びやすいわけじゃないですか。で、表の方を見ていただくとこれ分かりやすいんですけど、デッドライン選んじゃダメだよっていうのが赤色だから、この番号をこの列、1列目の番号を選ぶときに、じゃあ21から37、まあ37選ぶ必要ないんだけど、まあ21から25ぐらいまでは、まあ、これもカットだと選ばない、こんなのほぼほぼ基本的に出ないという判断ができるわけですよね。はい、まあ何度も言いますが、やっぱり出現傾向見ていく中で難しいところってどこだ、3列目4列目、簡単なとこは6列目ということで、そういった部分もしっかり把握はしておいてください。で、出現の型というのが存在します。それがこちらでございます。はい、11101020303030、これがロト7のベーシックな出現の型でございます。はい、なのでまあなんかわかんないけど、とりあえず全部10にしとけとか20にしとけ30にしとけ、当たらないよ。そう、当たらない。まあもちろん絶対ないとは言わないんだけど、と言わないんですがね、とにかく1、2つの、10、2つの、20、1つの、30、20番が少なくていいんだぐらいの把握はしといてください。まあなんか20番で全部みたいな時ももちろんあるんですけど、ただとにかく1、1つ目1個選んで、まあなんか2つぐらい選んどけ、2つぐらい選んどけみたいな。で、別に20番選ばなくて30、3つみたいな感じでもいいんですけど、とにかくこういう型があることをちゃんと知っておくと、後々ね、言ってたね、なんかわかんないけど買う機会あるか、言ってたねあれ、ぐらいの感じで頭にインプットしておくと結構おすすめでございます。はい、じゃあいきましょう。トレンド数字の出現傾向を見ていきたいと思う、こちらでございます。はい、トレンド数字っていうのは直近10回開催のものでございます。で、その直近10回開催のもので、なので色が非常に薄いわけです。薄い、白が多い、ほとんど水色だ、濃い色ない、これだけでまず分かるのは簡単です。10回中10回同じ数字って出ないんだっていうのが分かりやすいわけですよね。はい、なのでまあ最近10回で見て
よく出てる数字があるねみたいな感じで、あ、これじゃあもう一回選ぼう。だから5回連続で買うのやめた方がいい。わかりやすいですね。それね、非常にわかりやすいわけです。5回連続はやる。10回連続もやる。まあ4回か3回ぐらいもその辺でいいんじゃないかというような感じでございます。では、こちらもこちらですね。はい、トップ5見ていきたいんですが、まあトップ5というか全部のその10回分なんで、番号とりあえず全部ギュッと入っているんですが、ね、今回結構ここで見ていただきたいのは、最大で今のところ3回だよ。ね、だいたい平均しても2回だよ。で、少ないやつは1回だよ。で、ここの1回っていうのを、ちょっとあながち舐めちゃいけないっていう、わかんないですよ。本当にわかんない。だから、カット数字、この中で仮に選ぶ方法としたら、まあ、じゃあ13、2列目の13はもう多分ないんじゃないっていうぐらいに思っておいた方がいいわけです。そう、その方が選びやすいわけですよ。まあ、そういう選び方、多いものを避けていく感じで考えると、まあ、そもそも番号的には多いから大変になるんですけど、まあ、出現エリアも兼ねてね、見ていくと、まあ、結構おすすめでございますね。で、ここ、出現の方、ちょっと今回ややこしいんです。こちらでございます。はい。一応、これ、見ていただいて分かると思うんですけど、めっちゃあるわけなんですよね。非常にたくさんあるので、これちょっとだるって思いません？だるって。ちょっとしんどいなと。まあ、共通点あるんで、そこは後でお話していきたいと思います。では、出現の方ですね。ここも見ていきたいんですが、それがこちらでございます。はい。簡単なところが1、2列目になってるんですよ。ここはちゃんと理解しておいてください。で、難しいところは、6列目なんですね。そう、だからさっきの言うところで言うと、トレンドと全開催分。ここで見ると、難しいところっていうのはもう、もう大体決まったら3、4列目と6列目。もうなんだと5列目も一緒じゃねえぐらいの感じで。まあ、幅広いところしんどいんで。まあ、そこに気をつけていきつつなんですが、ね、簡単なところの7列目。ね、は前回最後だったんですが、今回トレンドで見たら1番目、2列目、1列目、2列目になっておりますので、まあ、ここしっかりと、押さえていくことで、まあ、両方のデータ使って番号を選べばいいやという話になってくるんじゃないかなと思っております。はい。まあ、基本的に全体の傾向、ちゃんとね、比較しないとダメよということで、こちら。はい。比較してみていくと、共通点ありますか？ないんです。共通点ないんです。そう。で、まあ、さっきも言ったんですけども、簡単なところは、要はね、都合いいところで探すんですよ。難しい、何も得意じゃない。自分にとって、都合がいいところをつまんでいけばいいので、まあ、単純に僕だったら、あ、じゃあ、7列目の数字選ぶときは、一旦全開催分見よう。で、トレンドの方も言って11個とかだから、いや、まだ、少ないやん。じゃあさらに絞れるやん。ということはトレンドの方から番号を選ぶことになるだろう。で、難しいところは、都合のいいとこから選ぶと。なので、前回細分のデータも一切無視してトレンドだけで見る。で、簡単なところは、まあ、一応復習で両方重ねてみる。みたいな感じで、やっていただくのが非常にいいんじゃないかなと思っております。で、出現の方の比較、ここもやっていきます。こちらでございます。はい、前回細分のトレンドでもう何個あんのと。7個ぐらいあるわけじゃないですか。7個ぐらいあるので、これだるってなるんですが、共通点は1列目の1、7列目の30、ここ硬いね。硬いわけじゃないですか。で、まあ、ややこしいの2、3、4、5、6列目、このね、もう中筋もややこしいわとなるんですけど、まあ、さっき言ったようにトレンド数字を指標にすれば、1、2列目は軽いという形になるので、まあ、2列目は潰したら3、4、5、6がちょっとややこしいみたいな感じで困っちゃうよねっていうところなので、まあそういったデータの見方をして選ぶべき番号を選ばないでいい番号をそこをちゃんとチョイスしていくといいんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ行きましょう。出現が少ない数字、アンダーファイブ、これもやる。ね、当然ですよね。だって多いもんやったらなんか少ないもんもやらないとダメじゃんということでこちらでございます。はい。で、この表なんですけど、正直もう変わってない。変わってないんですよ。残念なことに変わってないんですよね。そう。だから、まあ、特定の番号で、要は逆に言ったら、これは、ちょっと一旦選ぶのやめとこうじゃないかというふうに考えて、で、他のものですね、トップ5からこれ以外のものね、が大体まあ出る傾向あるわけじゃないですか。実際出てるし。だから、ここ出てたら、ここ順位ゴン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 変わるんですけど、ここ変わらないから。本当に変わらないので、はい。
まあ、これはこれでどういう使い方、ここから選ぶんじゃなくてこれを避けるという使い方していただけたら、まあ、選ばなくていい番号、列ごとで見る選ばなくていい番号って見えてきますよねという話になってきます。前回細分とトレンド数字から見る実際当選番号は何位から出てる、順位で決めれる、見つけれるっていう話です。それがこちらでございます。はい、前回細分だったら、4位5位10位3位10位17位35位トレンド数字であれば4位1位2位1位3位2位1位ということで、ちょっとトレンドでの流れ来てる臭くないですか。ちょっと来てる臭いので、多分トレンドデータは結構今回順位的に、まあ、上位のものだからさっきのトップ5なんかもそうなんですけどで出る可能性強いんじゃないかなとかなと思ってます。はい、でいきましょう。変化法でございますね。それがこちらでございます。はい、30、36、18、19、20、35、ボーナス数字が2と11に対して両隣の番号をピックアップしたらどうなるか、こちらでございます。はい、でこれを重複した分ですね、避けたのがこちらでございます。はい、1、2、3、4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、34、35、36ということで、10の勢いマジすごいね。全部ね、全部あるからね。これすごいよね。だから、まあ、一応この傾向でいくと、少ないものは、まあ、いらないよね。出ない可能性あるよということで、じゃあ20番もしかしたら今回飛ぶ可能性がある。ね、まあ、10番こんだけ幅多く出そうな気配なんですけど、変化法は、すごい、もう当たるのが、こう、たまにでしか当たらないっていう感じなので、まあ、なんかわかんないけど、ここで少ないものは、意外と次飛んじゃったりするんで、今回もしかしたら20番台出ない可能性もありますね。はい、あります。19個で18個削除。いいじゃないですか。なんか当たりそうな、まあでも10がね、前回多すぎたので、まあそれをどうしてもベースにして選ぶからダメだとねと思うんですけど、ただやっぱり、まあ、10番台って今本当勢い強いなと思ってるので、まあ3つぐらいの配備は基本的な、スタンダードとして考えておくのも一ついいんじゃないかなと思っております。で、ここからです。ちょっとだけ新しいことさせてください。変化法を最近ちょっと個人的にもう、いや、言いました。癖すごすぎて当たらないし、当たるときあっても上位のはないんですよ。だいたい真っ当とか、後当とかぐらいなので、じゃあちょっと変化法もちょっと進化させようと。ということで、一旦選んだのこちら。はい。僕がちょっと進化させた、まあこれあくまでテストなんですけども、1、2、3、4、5、11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、33、35、37、ここから出るんじゃないですかという、ちょっと今回新たな試みでございます。まあかねて別に僕これ中心に買うわけじゃないですけど、ただ、まあ選ぶときに、これと、エリア購入ファミと、基本出現エリアの禁止ゾーンをちゃんと見ながら、で、まあトップ5と、アンダーファイブと上手に使いこなすっていう形でちょっと買っていきたいなと思っております。はい、すみません。じゃあ、今回ですね、まあ解説させていただいたんですが、まあちょっと今10の勢い本当にすごいから、まあかといって10たくさん必要以上にこう空気に流されて場のね、結局僕たちできるのって結果に対してのおそらくこうだろうっていう読みなので、どうしても高圧になっちゃった、高圧で追いかけているような状態になるのでね、あんまりですよ、流れに惑わされすぎるとまた急にドーンって流れ変わったりすることあるんで、まあそこら辺ちょっとこう気をつけながらやっていった方がいいかなとは思っております。では皆様、当選結果でお会いいたしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。